気分が向いたのでタイヤ交換もすることにしました。今使っているマウンテンバイクのタイヤ、ゴールデンボーイっていうんです。お値段は高くないんですが、スリックで転がり抵抗が少なくて割合と気に入ってるタイヤです。フーさんのマウンテンバイクを買ったので、このタイヤについていくにはやっぱりスリックだと厳しいので変えることにしました。今ついてるタイヤ、太さは 1.95 という幅になります。ビットーリアのメジカル、26インチの 2.1 です。空気圧は35から58、ちょっと空気圧低めでも大丈夫です。パターンはこんな感じのパターンになります。一直線上にパターンが並んでいるので、タンマックでもグラベルでもいけるタイヤになります。26インチのマウンテンバイク用のタイヤをいろいろ探してみました。今の主流は 27.5 が主流なので、逆にこの26インチのタイヤ、昔はマウンテンバイクといえば26インチだったんですが、あまり選べる対象がありません。軽いタイヤを探すとやっぱり7000円とか1万円とかすごい値段がします。いろいろ探してたどり着いたのがビットリアのこのタイヤ。実はこのタイヤ3700-800円のタイヤです。同じこのメジカルのブランドで 27.5 だと7000円以上かな、7000円ぐらいかするタイヤになります。パターンは一緒です。ただ26インチは古い設計なのか、コンパウンドも最新のコンパウンドでもありません。そしてお手頃な値段で使い勝手の良さそうなタイヤを見つけることができました。マウンテンバイクのタイヤ交換は初めてです。挑戦してみます。今ついてるタイヤを外します。空気抜きます。抜けました。うまく外れるかな。こっからいきます。入れるかな。ロードバイクより楽かもしれません。取れました。チューブは今のものを兼用します。同じのでいけるはずなのでこれを使います。この子はご苦労様でした。こっち方向です。この方向に取り付けます。つけていきます。マウンテンバイクの方がタイヤの交換は楽なはず。入るかな。あ、入った入った。はまっちゃいました。あとは空気を入れるだけです。空気入れます。ゼロからだと結構大変。58まで入れます。こんなもんかな。入りました。こんな感じでつきました。
今日は雨なので濡れません。後ろもこんな感じで交換します。見方を測ってみます。今までのタイヤ、780g ですかね。今度のタイヤ、太くなってどうなるかな。80かな、 780g。 今度のタイヤは770g ぐらい、ほぼ同じ重量です。軽くなると思ったんですが残念賞です。タイヤ交換終わりました。こんな感じです。まあまあかな、こんな感じのタイヤです。雨が上がるのが待ち遠しいです。